皆さんは教職についてどんなイメージがありますか？一般的には発給の割に激務であるというイメージが強いようです。今回はそんな教職に関するスレを3本紹介します。2022年11月にこんなスレが立ちました。教師7時終了で毎日8時間経って喋りまくってます。放課後は部活もします。帰るのは22時こいつ。狂ってて草。単純計算で15時間勤務という労基が憤慨するような終了時間ですが、スレ民の意見は。部屋1台しかいないわけやわ。しかも手取り25万円ぐらいだという。楽しそうやね。昼休憩は生徒と一緒に昼飯食べます。これも大概やと思う。時給換算1000円くらいやろ。休日はただ働きしてます。生きがい親の相手をしないといけません。ロリコン初他婚以外は淘汰されるのも必然。これで独身だったらマジで注意するべきや。絶対何かしら壊れてる。なんとなくのイメージですが、教師は独身である男性が多いような気がします。教育は日本の将来に関わることやから、もっと給料を上げるべきだと思うわ。やめやいいじゃん。こんな大変なのに悪役にされがち。過労とストレスで実際悪い奴になってるしな。でもロリコンには天国なのかもしれません。いいことかはさておき、部活の顧問の先生には本当に感謝してるわ。土日も部活や試合に引率してくれて。生徒からバカにされます。保護者からいろいろ言われます。ひえー、これもう芸人より話してるだろ。ガキが何やらかしても教師の責任です。マジでこいつら壊れるべくして壊れる存在なんやなって年齢重ねるたびに実感するわ。9割の先生が生徒に嫌われて、気違い扱いされて、あだ名でバカにされてる事実。ハゲ結局最キモい。こんなの許されんやろ。わい教師ってくなしじじい。ちびデブメガネのやの。ひどくない？時給換算したらヤバそうやな。社会人経験ないし、そんなもんやろ。休日も家に帰って宿題作ったり、テストの丸付けします。発給で拘束時間が長いというイメージからか、先生に感謝する声も。マジで先生には感謝しかないわ。土日も無給で部活とか社会人になって、ありがたみと苦労を実感してるわ。リスクにリターンが見合ってなさすぎる。教師が減って、今いる教師の負担がさらに増える負のループ。反社会的思想を持った不良と強制的に関わらなきゃいけません。自分も学校通ってたわけやし、ブラックなのみをもって体感できてそうなもんやけどな。中学の時に教師は絶対なりたくないと思ったもん。こんな職に望んでつくやつ頭おかしくない？部活は外部に頼めと何度言えば。それは毎週思ったことあるけど、事件起きるやろ。JC、JK 相手に体制内外部が我慢できると思えん。じゃ男子校だけでもそうしろ。むしろそっちがいい人は知らん。さっきからなんでこんな教師すれ立ってるんや？ちょうど部活終わる時間なんか？給特法？やっけ？あれ見直しと、テストの点数付けとか部活は外部入れろ。いじめや不登校も専門家入れて、そいつらに対応させろ。保護者からのクレームもサポートセンターの職員か児童応答 AI にやらせろ。教師に全部やらせすぎや。雇用も増えるし、ええことしかない。少子化してるのに、それを上回るスピードで教師が不足している問題が深刻化しているらしい。そりゃ給食率ナンバーワンにもなりますわ。部活手当てもスズメの涙程度だし、モンペとかいうクレーマーもおるし。市役所職員ではなく、教師や自衛官、警察官などを志す理由は？名誉職だから。最近はむしろ下に見られがちやと思うわ。ノイローゼ気味になってて、ちょっと話し声がするだけで歯をむき出しにして叫んでた教師おったわ。って出てたし。土日に部活の大会行くとか外事すぎやろ。使命感に燃えてないと無理やね。まあ授業か1日3、4コマやな。全部埋まってることはまずない。休みかぶると1日中授業とかもあるけど。年数重ねるごとにちょっと態度が変わっていった新人教師を思い出して辛い。部活でストレス発散します。土日の部活とかマジで教師にも生徒にも良いことないやろ。教師って有給どうしとるんや？体調不良で担任が休むことあったけど、旅行やらライブやらの仕様で休んだ先生見たことない。おかしいやろこんなん。高校の時は台風予報だけど晴れたから有給取ってサッカー見に行ったって教師はいた。部活動指導さえどうにかすれば、教員の人手不足一気に解消すると思うわ。実際にツイッターの教師のバトンでは、ほとんどの人が部活動指導に不満言ってたし。一部では地域コミュニティに部活動そのものを投げようとする活動もあるで。そもそも割り当てられた部活とか先生も経験なかったりするからな。部活嫌なら小学校教員になればいいのにな。部活嫌だって意見くそ多い割には、小学校教員の倍率くそ低いよな。土日の手当数千円とか聞いて引いたわ。最低賃金割ってるやん。部活なんて課金オプションでいいねん、習い事させとけや。俺的には生徒側ですら無償労働だと思ってるよ。なのに、部活の顧問に金払わないのは鬼畜すぎ。一昔前のネットやと、教師イコール悪の図式が根強かったけど、今はだいぶそんなことなくなったな。Y 自身大学で体育科におったけど、体育教師なんかようなれんわ。なった友達もおるけど、話聞くたびにげんなりする。そりゃ生徒に手を出して性欲処理しないと気が済まんわ。もちろんどんなにストレスでも生徒に手を出せば犯罪です。教師は外事多かったけど、この環境では外事にならざるを得なかったかもしれん。運動部は競技じゃ食っていけないマイナーアスリートに頼むのが一番よくね。自分の練習にもなるし。Y の大学で教
教職取った人も部活さえなければ教員になってたのになってほぼ全員言ってた。わいらの頃はおじになったらさっさと帰ってたけど、真面目なんかこういうの。帰宅が遅いのは無能なだけ定期。底辺校やと生徒が問題起こしたら親が帰ってから家庭訪問しなあかんから最低21時帰りらしいぞ。残業は出ません。おっさんの先生ほどなんか偉そうだよな。やる気ないやつも多い。土日の遊びも生徒の目があるからな。オフも削られてかわいそうやで。子供は AI に支配させようや。生徒と同じように夏休み、冬休みがもらえるのはダメか？その分給料が出るのであれば。ですがあまり現実的ではなさそうです。授業って同じことの繰り返しなんやから年に1回授業のビデオ撮ってそれ流せばよくね。質問はチャットとかでいいし。これ、答申みたいにビデオ形式でもええよな。理想としてはそれやけど大学生や社会人でさえオンラインでサボるやつ結構多いしさらに自制心がない子供には無理やろ。小児勉強したいやつは塾や自学習が推奨されてるし学校は集団生活や社会性を育むための場所として使われる機会の方が多いし教師は管理者としての側面の比率が多いんちゃうか。いや別に自宅でオンラインじゃなくて教室にビデオ流したらええやんって。なんなら全国で優秀な教師ピックアップしてその人らにやらせた方が、その辺の無能教師にやらせるよりええかなって。教室にはちゃんと授業してるか見張る人でも置いとけえ。担当教師の質の差とかもなくなりそうやしな。全部が無理なら2コマ動画1コマ生身くらいの比率でも負担はだいぶ減りそう。投稿の手間も省けますし課題は多そうですがとてもいいアイデアかもしれません。小中はまともな担任いなかった。生徒よりやべえやつと思わせるのはある意味正解や。生徒に舐められにくくなりますからね。富裕層、私立小、中学に行く。公立の小中、貧困層の問題児が集中。教師はうつ病と退職が続出。母数が少ないから残った教師のレベルも低くなる。社会の歪みのしわ寄せを受けてる職業の一つが公立校の教師。優生保護法復活させた方が良さそうやね。逆や、もっと犯罪率の上昇を許容して誰でも子供が産めるようにするべきや。犯罪率って自由さの裏返しでもあるから低すぎるのもあかんねん。土日は部活、授業準備、事務仕事で潰れます。若いやつって2学期あたりから人格変わるよな。昭和教師女子生徒にセクハラ三昧男子生徒自由に殴ります。二日酔いで授業します。タバコ吸いながら生徒指導します。今時そんな教師は見ませんね。ヤンキーに甘い問題とか今になって思うと教師は教師で板挟みやったんやろなと同情できるわ。手がかかる生徒に歩み寄るのは正しいけど学生の頃はヤンキーに譲歩してるだけにしか見えなかったし生徒指導の教師は真面目な生徒の不満とヤンキーに対応しなきゃいけない立場とで大変やったやろな。実際ワイが見てきた教師で尊敬に値するような人間1割ぐらいしかおらんかったぞ。あんな大人に影響を受けて育った子供たちが豊かな人間に育つわけねえわ。1割おればいい方やろ。社会に出たら尊敬できる人間なんてその半分もおらんやん。教育学部卒やからな。バカでしかも苦労もしてないやつら尊敬できるわけねえわ。ワイも高校の教師で尊敬できるの。東大京大一橋卒やったわ。学歴と教員の人格は比例する。第一教師って無駄に態度でかいよな。大学で運動してただけのアホが生きるな。第一教師は年取って体動かなくなると結構悲惨というか悲しいよな。自分で見本見せることもできないし。第一教師運動で功績を上げたエリート。普通の教師なんの努力も功績もない無能。第一教師の方が尊敬できるんだよな。別に体育教師って功績上げてなくてもカリキュラム履修すればなれるやろ。別に体育教師バカにしてるわけちゃうぞ。さっきのレスもこのレスも。ガキの頃はなんでイライラしとるかわからんかったけど、こんな労働環境やったら空ガキにも切れるわな。猿以下のガキの相手毎日させられるんやぞ。凡人は発狂するで。確かに、もし Y が教師で中学時代の Y のクラス担当することになったら発狂するわ。金髪とか GTO が悪いわ。あんな4教師と呼ぶな。部活の大会とかで日曜も仕事してたけど今考えたら頭おかしいやろ。高校の授業とかビデオでいいよな。対面でも寝てるやつばっかやったで。オンラインで完結できるやつはそういう才能がある学生だけや。凡人はその場に居合わせないとスイッチ入らんで。報酬に直結してる社会人ですらオンラインでは仕事サボり出すんやからな。 YouTube とか Twitter でオンライン神話が強化されすぎてる。クソ人材は損切りや。投信みたいに高学歴の動画を垂れ流していけ。まあそれはあるんやが、教える内容が変わらん異常教師が車輪の再発明みたいなことしててもしゃあないんちゃうか。脱弾も映画引き算もしないと。ナチュラルボーンに VTR 講義を受けるようになった世代はちゃんと適応するんじゃないかな。っていうかそこをちゃんと適応させるように監督するのが次世代型の教師の仕事なんちゃうかって話やろ。今のアラサーはもう物心ついた時からネットがあった世代や。この世代で適応できてないなら無理やと思うで。しかも土日出勤で年収を600万とか割に合わなすぎやろ。趣味なさそうなやつ向けやな。土日は来なくていいぞ。来たいやつだけ来てもいいだけや。 Y 教師にいじめられとったから同情せんわ。それは普通にかわいそうです。トイレ行ったり昼食取る時間もなかったりする。余裕であるぞ。学校や教師によるのでは。やっぱ部活動指導は外部にしろって意見めっちゃ多いな。
わいはむしろ生徒指導と部活動指導だけを免許制にして授業は専門性あればやが免許なしでやればいいと思うわ。中国でオンライン授業邪魔されまくった教師がストレスで突然死するとかいう地獄みたいな事件最近あったよな。思えば授業も毎年ほぼ同じ教科書使って喋るだけやし、ほんまにつまらなそうやな。わい薬剤師以上に虚無やん。健常者って耳で聞かないと頭に入らんらしいぞ。目だけでは理解できんらしい。テキストオンリーでいけるのは ASD 傾向の強い子供やろうな。やからイバヤ人は読み聞かせて教えてたんやね。小学校低学年ならまだマシだけど、中学教諭とかストレス半端なさそうや。学生の頃は気づかなかったけど、ほんまに偉いと思う。春休み夏休み冬休みってほぼ休んでるだろ。部活あるぞクソハゲ。ある程度大きい声を出さなきゃいけないのも結構きついと思う。年取ってから喉を悪くする人とかいないんかな。部活の顧問って断ろうと思えば断れるんか。そういうやつは特別支援学校みたいなとこに飛ばされるぞ。教師って潰し期間からいやいや続けてるやつも多そう。定年退職した先生は年収900万くらいもらってたって言ってたな。すげえな、いいな。土日も部活の試合来たり、今思えば頭おかしい。しかも平日は知らんけど土日の顧問って金でないんやろ。こんやな。教師って好きなやつと嫌いなやつの二極にはっきり分かれるよな。好きなやつは人間の鏡で尊い尊敬すべき人々ぐらいに思ってるし、教師アンチ民はあれ気違いしかいねえよってボロカスに言う。不思議なもんや。ちなわいは校舎側。そらまともなやつは教師なりたがらんわ。結果低学歴の教師が生まれる。クソガキにバカにされる毎日とか考えただけで恐ろしいで。倍率1キル自治体あるんやろ。草生えるわ。教師ボロカスいうやつの気が知れん。自分にはあんな仕事できるとは思えん。学校は正規教員に法律が適用されない。優秀な人が教師やるべき。その通り。その優秀な人が教師を選ぶのか、の。このジレンマをなんとかしないと。そこで動画配信や。数学科とか芸術系の学部みたいに教員くらいしか進路なしってなら教員やるんやろうけど、優秀な人にはたくさんの進路があるわけやしな。優秀って単純に言うけど適性が重要なんちゃう。いくら勉強できても他の仕事できても教師に向いてない人はおるやろし。教師の待遇は確かにかわいそうやけど、大学出てストレート教師になったやつは実際変なやつ多いよな。社会人やってから教員になったやつはまともなやつ多いわ。教育委員会とかいう何してるのかわからん組織。部活に給料発生せんのが異常やねん。頭おかしくなるわ。小学生教師やりたいとかまだわかるが、高校教師とかつまんなそう。小学生とか猿同然だし、中学生は反抗期ど真ん中。高校教師が一番楽しそうだけどな。勉強も比較的高度でやりがいありそうだし。今考えると顧問の先生やばいな。休日はバス運転して1日試合に連れてってたって考えたら。教員は県の総合職より給料高い。50代ならほとんど年収1000万いく。代わりに何がないかというとスキル。得意教科を中学生までのやつに教えるのは、大東亜帝国のやつらでも可能や。といったところで一つ目のスレは終了です。次に2021年3月に建てられたスレを紹介します。何十人学校の先生はゴミ。あいつら社会経験ないから常識ない、これ。そんなに変な教師だらけやったんかお前ら。そりゃ嫌な先生もいたけど、ほとんどはまあ普通というかいい先生の方が多かったわ。レベルの低い学校には変な教師しかおらんのや。他人は自分を映す鏡とも言えるやろうか。これ言うほどか。大体公立は月並みのザ公務員しかおらんやろ。体育教師は変わったやつというか人としてどうなんだみたいな方が多かったかも。でもあいつらの言うこと会社で役に立たないよね。教師に対して要求するものがでかすぎるんじゃ。小学校教師なんてエフランダイや低レベルの私立国公立大まみれやで。俺がうまくできないのは教師のせいって思ってそうな人は結構なんじゃいそう。どんだけ教師というものが優れた指導者やと思ってるんやろうな。これやな。しつけなんかは家でやれ。授業の終わり20分だけ怖い話してくれる先生は人気者やったで。いいな。そういう楽しませてくれる先生って優しいよな。甘いとかやなくてほんまの優しさや。高学歴の教師は意外とまともだった。体育大でとかやばい。わいの高校東大卒の教師と日体大教師と混在してたけど、日体大卒はチンパンジーやったわ。教え子と結婚する教師が10おるって知って驚愕したわ。女子校が平均引き上げてるからな。何があかんの？フェミみたいやな。あかんやろ。立場的に女は惚れてしまうもんなんやで。バイトとかでも先輩バイトに惚れるのは、これと同じ現象や。変わった先生といえば、毎日鼻くそを机の上につけてて結構溜まってきたなとか言ってるのはいたな。さ、でも冷静に考えてみ。教師って学校しか知らんのやで。そりゃ頭おかしいやろ。お前も冷静に考えてみ。大概の職業の人は別の業種に転職でもせん限り自分の会社しか知らんで。学校とは全く違うやろ。音楽と美術の教師が特にヤバい。そもそも音楽家や美術家なんてヤバいやつしかおらんし。自前で RPG 風の数学教材作ってる先生いたけど大好きやったわ。こういう生徒目線で教えられる教師は有能。勉強楽しいと思わせるのが重要って理解があったんやな。尊敬するわ。最初いるのに生徒に手出してお縄になったヤバいのはおったな。
電車のジジイはずっと自分の思想について語ってたわ。学生運動で逮捕されそうになったとか言ってて草生える。学校の先生は頭おかしいと思ってたけど、社会に出たらもっと頭のおかしいやつもおるのが草。ワイは担任のおかげで人生軌道修正できたわ。クソ教師はおるけど社会経験ないからではない、ヘルスがクソだからや。ピンキリや。親死んだ時親身にしてくれた先生には感謝しとる。一度も学校の外に出たことないやつが教師やってると思うと震える。学校の外で成功したら教師にならんと思うで。外で失敗したやつに自分の子供預けるのはええんか。社会経験ブラック企業で理不尽な扱いに耐える経験。中学の頃不良だらけ学級崩壊もしてたとこあったから教師ほんま大変だと思うわ。2年目の担任が1年で全部白髪になってたし。公立高校の教師って定期的に人事異動するけど、なんか基準あるんかな。底辺だかと進学校に行く教師はどう振り分けられるんや。公務員は人事異動せな死んでしまうんや。どちらかというと進学校とその他って感じや。進学校は望んでなくてもできるやつが放り込まれる。できるやつの基準ってなんなんや。学歴か。評判や実績は何か知らんが認知されちまうんだな。学歴なんかクソほどの価値もないぞ。大学高校出て働いてればそれは立派な社会経験なんですが。といったところでこのスレは終了。最後に中学校教師の生活リズムについてのスレを紹介します。スレは2021年4月に建てられたものです。地方中学校教師の一日が悲惨すぎると話題に。とある中学校教師の平日の一日のようです。就業時間は約14時間、帰ったら趣味に当てる時間もなく即就寝とかなりの激務のようです。これを見たスレ民の反応は、朝練に顔出してる教師なんていないだろ。いたぞ。朝練遅刻したらデコピン食らってたわ。見回りとかしてるか。2時間かけてどんな朝食を食べてんだよ。もちろん身だしなみを整えたり着替えたりなどの時間も含まれています。中学教師なるやつの気持ちがわからん。高校と小学校の悪いとこ取りやん。いいとこ取りなんだよな。子供と大人の境目最高やな。例に漏れず教職に対し変態スレミンが羨望の眼差しを浴びせます。大体こんな感じやぞ。朝5時に起きる必要どこにある？音楽とか美術の先生は楽そう。なぜなったんだい？ Y 情報の教員楽すぎて笑う。ここまで遅刻が許されない職業もねえよな。この場合の出勤って学校着の時間やな。1時間近くかけて通勤する先生もおるからこんな教職時間にしてあるんやろ。部活でエキスパートでもないおっさんに指導される生徒が青春の無駄遣い。5時に起きる必要性。年取ると寝るのも疲れて目覚めるんや。わいは朝飯とか不安なくうとうんこしたくなるから。謎理論振りかざすぐらいなら顧問やめてくれて結構。教師やめたいです。殺しゃ。有給とかも気軽に取れんのか。思い返せば教員はいつも学校いたわ。これ公立中やったけど先生いないの病気でぶっ倒れた時だけだった。長期休みにまとめて取る。部活やってるやつは消化できなくてそのまま消える。夏休みの部活本しか休みなかったけど先生が神やったんやな。まあ割とあるあるやないか。Y の後輩はこれにプラスして土日は部活で半日仕事やな。 Y の担任の先生すごい大変そうやったな。理科は表の上学年主任と運動部の顧問させられて、もう一人の学年の先生は育児中だから定時で上がるのに学校は他の先生入れてくれんし。中学って一番ガキが調子乗ってて終わってる時やしな。公立中学とか完全に拷問や。部活の顧問のこと陰でアゴ教授って呼んでたけど、今思えばめっちゃ大変やったんやな。別に大変であろうとなかろうと、アゴは長いんやからええやん。よほどこの仕事に誇りとかないとやってられんよな。若い男の先生は強制的に休日返上の部活顧問やらされる上に部活指導分の手当が少なすぎるのきつそう。50代以上だとサボりまくって朝来ない教師もいたな。部活に熱心な先生って保護者からもっと早く帰らせろとか言われてたけど、今の時代のモンペノがもっと怖そう。最近は教師の質が低いとか言われてるけど、待遇考えたらしゃあないわ。質が低いつーてもこのスケジュール見ればわかるけど、日々の業務に追われて自己研鑽する時間なんてないからな。余裕ないやつにいい仕事はできないよ。ただ教員自身も根性主義がはびこってるから、そこ良くしようという動きにはなかなかならんが。公務員の長所を削った仕事やわ。生徒なんてクッソ生意気でしばきたくなるし、めっちゃストレス溜まりそう。真剣ゼミとか河合塾みたいに採点のバイトくらい募集できんのか学校って。子供が最初に見る大人が社畜みたいなもんなのはどうなんやろって思う。休憩ってどういう扱い？教員は勤務時間に休憩は存在しないで、就職も職域としての教育時間だから休憩には当たらん。わあ、私立自称新教師。可愛い定型と戯れるためだけに授業頑張る。手を出さないように頑張ってください。小学校の方が大変やろ。嫌ならやめろ。見回りなんかやってないやろ。無理にアピールするなや。まあ学校の荒れ具合にもよるな。ガチでヤバい学校は教師が空き時間に廊下でノートチェックやってたりする。大人になったら部活の顧問って大変だったんだなと気づいた。当時はクソのように思ってたが、感謝しないといけないな。女子校の教師とか最高やで。中学の時、ある日突然授業に来なくて免許持ってない人が英語教えてたな。そりゃわいせつ教師増えるわ。それくらい悪徳ないとやってられないわ。
仕事の質を上げるために業務量を減らそうという考えが教員自身に薄いのが問題っちゃ問題や。結局忙しくなるのは行政のせいもあるが教員自身が自分たちで仕事を引き込んでる説もある。教師って確かに学外に出て飯食いに行くことないしな。ずっと職場に拘束されるのは普通にきつそう。教員が部活指導なんかしなくていいやろ。指導を希望してるならまだしも、部外の経験者を時給いくらで雇えばいい。といったところでこのスレは終了。イメージ通り教職はかなり激務な様子。皆さんは現在の教職の待遇についてどう思いますか？コメント欄にぜひ書き込んでください。